1分で解説冬の穂高山登山編。今回は冬の穂高山を紹介します。冬の穂高山は川場スキー場からリフトを乗り継いで剣ヶ峰を経由して穂高山をピストンするルートが一般的です。最初から最後まで稜線上を歩く絶景コースです。関越自動車道の沼田インターチェンジからおよそ30キロで川場スキー場に着きます。川場スキー場でまず登山届を提出します。なお、ここヘリも必須ですが、スキー場でレンタルもできますので、リフト券売り場で手続きをしましょう。リフトを2本乗り継ぐと、雪山登山スタートです。剣ヶ峰から先は、細かいアップダウンを繰り返します。積雪や気温、風によって、コースの難易度は大きく変わりますので、よく見極めて慎重に進みます。山頂からは、日光の山々、谷川岳、赤城山などを望むことができます。日本百名山の穂高山、楽しい山です。